こんにちは、今日はですね、とてもシンプルなトランプマジックをご紹介したいと思います。まずはこれから、そんな感じの、本当に、シンプルなマジックです。はい、こちらですね、バラバラに並んでるトランプ、この中から好きなカードを1枚引いてください。覚えてください、僕に見えないように覚えてください。取れましたら一番上に押してください。さあ、ここからですね、カードをシャッフルします。これぐらいでいいでしょうか。もうですね、今あなたが選んだカードはどこか僕は分かりません。ただですね、それを今から当ててみせます。カードにはですね、こうオーラがありまして、今あなたが触ったことによって、あなたが選んだカードにはそのオーラが宿ってるんです。この辺が怪しいですね。これですね、このカードからあなたのオーラが宿ってます。ズバリあなたが選んだカードはハートのクイーン。正解ですか？まずですね、あらかじめカードの、束、トランプの一番下のカードを覚えておきます。この場合スペードのキングですね。この状態で、相手に好きなカードを引いてもらいます。そして、引いてもらったカードを一番上に戻してもらいます。そこから組み始めるんですけども、その1回目ですね、このシャッフルの1回目がこう覚えた下のカード、これがですね、今一番上に置いたカード、これの上に来るようにこうシャッフルするわけですね。あとはですね、これはちょっとコツがいるんですけども、今重ねたところら辺を、あまり崩さないようにちょっと別のところをですね、こうシャッフルしていくわけです。で、何回かシャッフルしたら止めまして、探すんですけども、先ほど僕が覚えていた一番下のカード、スペードのキング、これを探します。あ、すぐありました。こちらですね、スペードのキングが見つかりました。このスペードのキングを、下から上に重ねたということは、このスペードのキングの右隣、この、ダイヤの9、これがですね、相手が選んだカードになる、そういうわけです。パッとできてですね、とても簡単なので、ぜひですね、やってみてください。それではまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。